この世から虫が呼んなくさい、ハイチョバです。策略の妖精メタリフェル細赤クワガタということで、この動画では折り紙のメタリフェル細赤クワガタの比較的簡単でかっこよくリアルな作り方がわかります。前回26クワガタは綺麗に折れたでしょうか。まだの方はこの動画の後ぜひ折ってみてください。厨房のカブクワではカブトムシクワガタの折り紙を厨房のオリジナルでたくさん折ってますので、チャンネル登録ぜひお願いします。というわけで今回は綺麗でかっこいいメタリフェル細赤クワガタを厨房と一緒に作ってみようぜ。折り紙2枚用意してください。まああればキラキラのね好きな色で折ってみてください。短期練習です。パープル、まあブルーを作っていこうと思います。ハサミとテープ用意してください。じゃあ頭から折っていきたいと思います。はい、じゃあ白を上にして青い色付きの流し角を折っていきます。はい、開いて流し角です。ドバっててねキラキラしてるね。めちゃくちゃ好きなんですよメタリフェル。開いて、はい、白三角を折っていきます。細赤自体もね全体的に好きなんですけどね。開いて白三角、はい、開いてポリ線通り集めて四角にします。真ん中線に向かって細く折っていきます。ここの向こうです。4回やっていきます。住んでるのはインドネシアとかで、原名ヤシのセレメタって呼ばれるやつはスラウェシ島で、ピナエ、ペレンメタリですね。その通りペレン島に住んでて、あとは厨房が好きなサンギエンシスはサンギール島。全部できたら、上の三角形も折ってきます。反対も折ってきます。あとアイナミカンスっていうのが、ハルマヘラトとかとか、まあいろいろいるみたいですねメタリフェルもね。はい、四角に開きます。でこの折り線で開いて前に倒して折っていきます。裏面やります。サーカクワガタはたくさん種類いるんですけど、ペラフス、インペラトール、モンギロウニ、ギラファ、タランドゥス、マーチン、アラガール、カナリクラトス。では中のこの三角形を 下にします。ここにある状態を下にします。で、ここ開きます。この状態で折っていきます。横線で折り下げて折り下げて、今の線で斜めに折っていきます。両方行くんですが、この後折り返していきます。だいたい線に合うぐらいで折り返しておいてください。でさらにこっちも折っときます。とマーチンとかギラファとかタランドゥス、マーチン、アラガール、カナリクラトス、メニスゼッジ、モンタネルス、チュー、あとスペーキオスとかカウピとかプルケルスとかマルガリータ、バインダヒとかで、ここまで来たらここ折ります。折り線つけといてください。でもめちゃくちゃいるんですけど多すぎてちょっと分かんないですね。はい、折り線つけました。さあね、持っていきます。まずはこれ上に上げちゃってここで折ります。こんな感じですかね。立ててここの線でさらに折る。で倒す。はい、この状態で裏も一緒です。細赤種類が多すぎてマジ難しいですね。把握がなかなか、だからドハマりするともう細赤ってだけで相当な種類変えますからね。ちなみに細赤クワガタの学名はキクロマトスっていうんですけど、キクロマトスの意味は丸い目って意味らしいです。目のところにちょっと特徴があるんですよね。このガードがないというかむき出しっていう感じだったかな。はい、じゃあ折り線通り折っていきます。ここでここ立てて、こ
ここでまた持っていく、立てる、倒す、そしたらここも切って斜めの折り線で折っていって閉じますと、こんな感じで、はい。まあ、最近のねそのやつ折ってる人、ユダイクスとかアンティブラリスとかはこのやり方で大体折ってますね。はい、こんな感じです。はい、そしたらこうちょっとめくって、今回は内紙を2個作っていきます。まあ、ここに大きいのとここにちっちゃいの1個作るイメージ。1回開いてここを戻して、今ここにある斜めの線をまあ半分までいかなくてもいいけど、ある程度こう場所変えます。これぐらいかな、半分いかないぐらいかな。で斜めに折ってって、なんとなくここにね線があるので、ここに合わせちゃっていいと思います。このラインに合わせるぐらいで一回折っちゃって、で、ここですね、反対側裏側のところでこれぐらいかな折ります。はい、そしたらここ、まあ、ちょい残しぐらいで引き返します。で元はまあ大体同じぐらい、この辺で折ってあげて、こっちの先っちょギリギリで折り返してます。でさらにここですね、多めに残したいんで、さらにもう一回この辺で角を作る感じで元の方をこんな風に折ってあげます。こんな感じ、ちょっと見づらいかも。こんな感じになってます。で、さらにここしっかり折っていって、この辺りで折り返せると思います。反対もやります。めくってめくって、この辺にある折り線を真ん中ぐらいいっちゃう気持ちでもいいかもしれない。でこっちのここに折り線があるので、この角ぐらいで合わせて折ってって、で折り返す、こっちギリギリぐらいで折って、こっち側もまあ同じぐらいの場所でガッと折ってって、さらにこういうふうに折り返していくと、元を折ってってを潰しちゃうと、で畳めるようにして閉じる感じですね。はい、あとここか、ここ折ってってこの辺かな。はい、こんな感じでとりあえず第一段階 OK と。そしたらこの耳ちゃんみたいなのができたら、ここ折っちゃいます。背中側がこっちになります。真ん中ぐらいかな、だいたい折っちゃいます。で折ったら中に一回入れます。はい、中に収納しました。はい、この状態で足作っていきます。この真ん中線、さっきのこっちと逆側を細く真ん中に合わせて折っていきます。折ってきます。折ったのは折って目印で折って、まあ、ここまでね気になくても正直今回はいいんですけど、ここまで真ん中線でハサミで切ってあげます。気をつけて使ってください。はい、切ったら戻す。ではみ出てるところ、頭の上から見てこの辺からはみ出てる分は折っちゃう。
折り返して折り返して、でここはここを閉じると三角に畳めるかな、はい、引っ張りながらやるとこんな感じになります。そしたらまあ顎を折っていくので、横っちょをこんな風に折っていきます。内側はこのラインで閉じておくて、つまむようにしておいてあげてください。こっち側もここで折って、こんな感じかな。こんな感じの顎先になってます。で一回頭ちょっとつまんでおきます。折り線をつけて同じぐらいの幅でさらに山折りしていきます。こんな感じですかね。で折っていきます。ここで縦半分ぐらいに折っていきます。ちょっと硬いんだけど縦半分くらいで、まあ、折っときますよと。はい、こんな感じで根元もてあげてください。で顎先の方は内側に入れたいので細く折ってつまみながら顎先半分に折ってあげる感じです。ここはね内心になります。でここちょっとピンとこうちょっとなってるといいです。こっちも前の方から半分に折ってってこういう風に折っていって内側に入れて、ここがちょっとねトゲ内歯がちょっと若干あるので尖らしといてください。また手が青くなるわ。青くなったんだけど、こっちは上に上げといて、でちょっとここもいじっちゃいます。今回は、まあ、折り線つけてもいいんですけど、どっちかっていうとこんな風にへこませながら立ててった方がこの内歯が大きくなっていいと思うんで、寄せながら端っこの方を2つにこういう風に折りながら寄せていくといい形になるかなと思います。こんな感じで寄せるといいかなと思います。イメージとしてはこの内歯があるあたりで外側にちょっと行きます。外側にちょっと曲げる感じですね。はい、だいたい今こんな感じですね。角がちょっと立っちゃった場合は少しここ丸めておくと滑らかでいいかな。クワガタっぽくていいかなと思います。メタリフェルっぽいというかね。ちょっと角を折っときます。はい、大体こんな感じで、ね、顎は完成です。そしたら他の部分もね折っていきたいと思います。で胸の大きさをなんとなく見当つけて、ここのラインだとちょっと狭すぎるかなと思うんで、ちょい下ぐらいのイメージでこれぐらいですかね。ちょっとこの角角よりも下ぐらいでイメージつけといて、でこの線に合わせて斜めに折っていく。ちょっと余裕を持つぐらいでいいかな。開いていって、でこっちまっすぐで、ここ無理なく開く感じで一回折っちゃってもいいかなと思います。はい、そしたらこっち側も斜めに折っていきます。で折り返して
畳んでいく感じですね。で、折ってはみ出してるとこ持っちゃって、でここの折り線で中にしまうと、ちょっとはみ出ててもいいと思います。はい、そしたらここちょっと一旦こう山折りですかね、このラインで。で折って少し重ねるぐらいで段折りをしてます。まあしなくてもいいんですけど、バランス保つためにちょっとこうかぶせておきます。はい、では横っちょこんな風に開いていって横折ります。こんな感じの頭と胸を作っていくんですけど、少しまだね胸が大きいので、これぐらい2ミリぐらい、2、3ミリ折るといいかなと思います。そしたらこの顎のところに合わせて中折っちゃいます。ちゃって、こんな風に形作ってあげてます。先ってちょっとこう持っとくといいかもしれないです。これぐらい、ある程度ね、体横から見た時の幅もあった方がかっこいいのかなと思って残してます。はい、横のところちょっとこういう風に幅少し残しつつ折っておきます。こう箱みたいな感じになってます。少しここに空間がある感じですね。頭は斜めな感じで、胸はまあ割とまっすぐな感じで作っております。ただまあ足、正直と体と合わせてからのが作りやすいので、これで一旦頭の完成とします。はい、じゃあ体折っていきます。はい、じゃあ白い長四角から折っていきますね。飼育はね割と簡単なんですけどって言われてるんですけど、寿命はね半年ぐらい、開いて長四角、はい、開いて色三角折っていきます。石箱マット、細かいやつね、片詰めするとまた一体産んでくれるかなっていう。でペアリングもオスメス一緒に入れといてもいいぐらいな感じではありますね。開いて三角、あとでね開いて折り線で三角形に閉じていきます。真ん中に向かって三角形折っていきます。柔らかい口木とかをちょっとね入れてサンドしてあげたりもしますけどね、場合によってはなくても産むっちゃ産むけど、あった方が産む感じ。さらに三角形折っていきます。深型の細く折る体の折り方です。折ったやつを少しどかして、さらに三角形折っていきます。でさらに折っていきます。オスがね優しいんで、あんまりその喧嘩とかしないんですけど、はい、さらに折っていきます。で今折ったやつを合わせていきます。で立てて広げてずらして折っていきます。オスメスね一緒に入れてもね、喧嘩しないで騎士みたいにね、こうメスを守るナイトガード、メイトガードっていう行動がよく見られますね。餌食ってるメスをオスが守ってるみたいな。
もう一個こうかぶさって折れたら麺変えます。はい、で細く折っていきます。割とねまっすぐ細くで真ん中つけるぐらいでいいかもしれないですね。まっすぐぐらいの感じでイメージでいいと思います。ちょっとこれぐらいでやってみましょう。真ん中もう少し開けてもいいと思います。折り線つけて同じぐらい細く折っていきます。で折り線をギュッとつけてあげてください。こっちから開いていきます。開いて折ってこの三角で山折り、ここの先っちょでも山折りしていきます。割とその一緒に刈っても大丈夫な数少ないクワガタって感じですけども、はい、真ん中をへこませて畳んで閉じます。ただなんか春間ヘアのアイノミカンスっていう種類はなんか気性が荒いって聞いた気がしますね。だからそこはペアリング注意する、顎縛るとか目の前でやるとかって聞きますね。でそしたら折ったところとかしてこっちも広げてへこませていきます。この線で山折りしていきます。こう山折り山折りで中を谷折りにしてって畳みます。反対側参ります。ペレン島のペレメタさん有名ですけども人気があって、学名のねフィナエって読むのか知らんけどフィナエって厨房は呼んでます。大きくなりやすくて一番でブルーとかパープルとか色がいろんな色が出やすいんですよね。ブラックとかもありますね。はい、折れましたらこの中足折り上げた時の線よりもちょっと上ぐらいで折っとくとちょうどいいぐらいかなと思います。これぐらいでやっていきます。はい、折り線つけたら後ろ足こことかして後ろ足斜めに折ってって一回折って、まあこの今回は先っちょだけ細く折ります。指先が青いけど気にせず、はい、後ろ足こんな感じで折っていきます。この辺で斜めに折って細く折り返して、で先っちょだけちょっとこう細く折ったりします。こんな感じです。中足をどかしてお尻作ります。縦に半分に折って三角形に折りますと、でへこませてつまんで中で三角ちっちゃいの作ってで倒してくるんとしていきます。そしたらここ折っちゃってあと三角形に折っていくんですけど、真ん中に合わせる感じで大丈夫かなと思います。はい、これできたら中足を折ります。ここに合わせて折って、折った線に合わせて折って反対も折って、でここ細く折ってつまんでって閉じていく感じです。はい、あと大きくはなんないですけど、あの一番金に近くなるサンギエンシスっていう種類が結構好きですね。厨房はで感じで中足もできたので、これで
体完成です。はい、体頭ができたので合体していきます。こんな風に合わせていきまして、これぐらいで貼りたい。爪で跡つけました。セルテープを丸めて両面みたいにしました。で、いらんところは折っちゃって巻きつけて、これで上側を貼る感じですね。だいたいこんな感じで、はい、押してつけてあげてください。はい、そしたら前足折っていきます。ちょっと余裕を持って上から斜めに折ってあげてます。これぐらいでいいかな。あんま切らなくても今回はね、いいっちゃいいんですけど。はい、途中で斜めに折って前に出します。で、さらに倒してあげて、まあこんな感じで足にしてます。はい、こんな感じでメタリフェル細赤クワガタの完成です。はい、というわけで今回はメタリフェル細赤クワガタを折ってみました。かっこよく折れたでしょうか。この動画が良かった人もそうじゃない人もグッドボタン、チャンネル登録、まだの方もそうじゃない方も登録してくれたら嬉しいです。数えリクエストコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちゅうぼうでした。バイバイ。